なんと疲れが減るんです。ほら、本当だ、そういうことだ。すごいすごい。疲れにくいという安全繊維のブレイズ新提案、あなたの新しい安全へ。ブリジスト、タイヤを変えただけでなんと疲れが減るんです。ほら、本当だ、そういうの変わると思った。やったやった。疲れにくいという安全繊維のブレイズ新提案、あなたの新しい安全へ。ブリジスト。さあ、それでは改めてご紹介いたします。ブレイズ CM にご出演いただきました綾瀬はるかさんです。本日はようこそお越しくださいました。綾瀬はるかです。よろしくお願いします。今日はですね、綾瀬さんの衣装、先ほどこちらで上映いたしました新 CM と同じメガネに白衣という衣装でお越しいただいたわけなんですが、はい、よく見ると毎回白衣とメガネは一緒なんですけども、はい、今回インナーの色がそうなんで す, ですね。毎回少し違っていて、今回はヒーリングパープルという癒し効果のある色だそうです。今回の表情演じられていかがでしたか。そうですね、いつもちょっと教団の上に立ったり、あと今回は来ている生徒さんにこう教えるっていうシーンだったりとかで、少しこう偉くなった気分で気持ちがいいものだなと思っています。そうですね、はい、でも忙しい年だったなと思います。はい、あっという間でいらっしゃいました。あっという間にこうみっちりとすごく充実したいろんなものが詰まった一年でしたね。そうですね、時間のない中での紅白だったので、でも一度以前に経験があったので、少しそういう意味では自分の中で余裕もあったりして、今回はすごく自分自身も楽しんで司会ができたんですけれども、でも1日と2日続いては誰々ですっていう夢を見ました。はい、まずやっぱり健康と、その普段使っている車をフレイズに変えて使いにくい1年にしたいなと思います。